菅総理大臣肝煎りのこども庁の創設に向けて検討チームの1回目の会合が開催されました。子どもや子育て世代の視点に立って省庁の垣根を越えて密接に連携し早急かつ精力的な検討をお願いしたいと思います。会合には子どもに関する政策を担う内閣府や厚生労働省文部科学省などの職員が参加しました。加藤長官は子どもへの支援が抜け落ちることがないよう各省庁が連携するよう指示しました。また子ども政策を統括する子ども庁の創設に向けて内閣官房に木原総理補佐官をトップとする事務局を発足させると発表しました。